ネプチューンオオカブト、または、ネプチューンオオカブトムシは、こう注目、コガネムシカ、カブトムシアカ、神聖カブトムシ族、ヘラクレスオオカブト族に分類される昆虫の一種で、ある。世界最大のカブトムシであるヘラクレスオオカブトに次ぐ、二番目に、大きい種として有名である。種商名は、ローマ神話のアタツミネプチューンに由来する。 ネプチューンオオカブトの標本格の小さい個体カブトムシ類では同族のヘラクレスオオカブトに次ぐ大型種であり体長に比して頭角、胸角ともに非常に細長く胸角カブにはオレンジ色の毛がブラシ状に密生し頭角はすべての甲虫類で最長で胸角基部にも2本の角状の突起がある頭角には1本のやや長い突起と 巨子状の小突起が並ぶ。体色は光沢のある、うるしく色。体長は0、mm、5 0、mm 60. 0ト、mm、ルから1 6 5 0トル6 0 0トルから7 3 0トルで、の体表面は平滑で光沢がある。中足、後ろ足の爪は湾曲が極端に強い。なお、飼育下での確認されている。 最大数値は無視者の調査によれば飼育下では2016年、現在147.6ミ、mm、リメートルである。ヘラクレスオオカブトとは、乾燥時の全肢の色の他に、前述のように胸部に、別の一体の角があることから、区別できるが、むしろ不節の形状などから、サターンオオカブトとの禁煙関係が指摘され、これら2種を独立のカバイロオオオカブト族として扱う、向きもある。 アンデス山脈の熱帯雨林に断続的に分布する。生態はあまり報告されていないが、ティエリー・ポリオンのエクアドルでの夜間最終段によると、本種はほとんど常に深夜から早朝にかけてしか10日に飛来せず、こういった理由が、本種を長い間鎮守とさせていた理由かもしれないとの、ことである。幼虫は、クチキや、腐葉土の中で2年半3年ほどかけて成長する。 また、大型カブトムシ全般に共通する特徴として、本種もウカゴは成熟までに3から6ヶ月ほどの期間を要する。力はかなり強いが、争いはあまり好まないおとなしい性質。成虫は樹液や腐った果実を好み、それらを求めて地上を移動する。成虫の寿命もヘラクレスオオカブトに次いで長く、半年から1年近く生きる個体もいる。 ヘラクレスオカブト同様が降った後に活動が活発になり、10日にもよく飛来する。現地には四季がないため1年を通して見られるが、野生個体は5月、6月に日本に入荷することが多い。基本的には、ヘラクレスオカブトと変わりないが、高知性のカブトムシ全般に共通の傾向として、幼虫、成虫ともに、平地性種よりさらに暑さに弱い。 飼育温度は18摂氏24度が進められる。幼虫期間がヘラクレスオオカブトよりも長く、床までに2年半3年ほど応用する。餌に対する思考も異なり、日本のカブトムシよりも発酵の進んだ餌を好む。サナギ質は、ヘラクレスオオカブトと違って気温が影響してくる。また、オス幼虫は、サナギの大きさ、形状に合わせて、 横に長いサナギ質を形成するため、飼育容器の大きさや形にも考慮する必要がある。ベネズエラ産のものは、ローチオオカブトと呼ばれ本種のアシュと位置づけられている。ノウエ羽の位置は、より長く、猛烈の位置は、会合部、会合部より4分の1及びほぼ中央及び3カ所に、備え、猛烈は、会合部のものほど長い。は、原名アシュと異ならない。 2016年6月に日本国内に初入荷した。またネプチューンよりも若干高温でも問題ないようである。ありがとうございます。